また一ついただき物があります。猫のためにとてもいいというですね、これがヒーターになるんですが、電気のヒーターですね。どうもありがとうございます。なんかね、いただき物ばっかりで申し訳ないんですけれども、これはなんか、猫が触っても火傷をしないんだそうです。ちょっとまだ、この火を入れてないんですけれども、あ、ジャン君、遊びに来ました。なんだろうってことだね。なんかスリスリしてる。我が家が狭いんですね。これ結構大きく見えます。これを使ってですね、エアコンを切ると、ブレーカーがちょくちょく落ちるのでですね、こちらがそんなに電力を使わないタイプのようですので、いいんじゃないかということに今なっています。また火を入れたらですね、ちょっと動画撮ってみようかな。撫で待ちですか。しょうがない。ジャン君が移動したのは、これはマオイママさんの気配を察知したのかもしれません。今ちょっと音がした気がする。来ないね。はい、帰ってきた。このヒーターをつけてみました。まだ誰も気がついていません。ワット数がね、1000ワットと500ワットっていうことになってるので、1000ワットだとエアコンと変わらないので、今500にして。はい、いい子だね。ポンちゃんがヒーターの前を通り過ぎましたが、ご飯が欲しくてそれどころではなさそうです。また後でね。今ジャックの500ワットの方で、加熱をスイッチを入れてからもうそこそこ15分ぐらい経ってるんですが、触れます。うん、確かに。で、ここがすごく熱くなって、そのまあなんていうのかな、熱でっていう暖かさではなくて、このあたり、今こう5、60センチのところですね、このあたりがやんわり暖かい感じですね。そういうことですね。遠赤外線ヒーター。この遠赤外線ヒーターっていうのを、遠赤を、体感するのは、ほぼほぼ初めてかもしれないですね。いわゆる電熱で、熱くなっているっていうものに関しては、体感したことありますが、これ結構この辺でもあったかいね。私、
暑いくらい中入ってきて、うん、しばらくそれはね、エアコンが今までついていたからなんだけど、この1階と2階の温度差でね、もうちょっと経つといいです、これは。なんか待ってる人がいるから、はい、はい、じゃあ今日はこれをあげるね。おひだん様いるです。なのでホタテとマグロをあげます。